はい、えー、皆さん、こんばんは、えー。今日はですね、ソニー α7s3 を使ってですね、えー、朝方5時のね、まあ、5時って言ってもね、暗いですよ。えー、この暗い一、えー、宮駅前の、ね、様子を撮影してきました。まあ、一応ね、まあ、歩き取りということで、まあ、深夜、まあ、ほぼほぼね、真っ暗な人通りのないところで夜道を歩くと、まあ、この高感度のカメラ、まあ、どのように映るのかと。 どれぐらいクリーンに映るのかというのをね、ご覧いただきたいと思います。出だしはですね、ISO64000 で始まりました。相当ね、感度上げてます。レンズはですね、ラオアの 15mmF2 のレンズですね。はい、このレンズ非常に重宝しております。はい、広角で明るいということでね。で、カメラの設定がですね、Slog2 で撮っています。で、まあ アルファ 7S3 ということなんで、まあ、4K60P でね、ぬるぬるの映像をご覧いただいております。はい、ジンバルがね、合、え、戦、ー、ガッセンモザエアクロス2当店で取り扱っております。今ね、えー、クーポン割引やっておりますので、まあ、表示された価格よりもね、そこからさらにお値引きすることが可能です。 はい。このね、α7S3 をこのようにエアクロス2で運用すると、このようにね、安定した映像が撮れるというのをね、ご覧いただきたいと思います。今回はね、あの映像作品を撮るという目的じゃなくて、あくまでね、まあ、あの散歩をして歩き、歩き取りをした時にね、どのような素材ができるのかというところを歩いたり、時には小走りにね、走って、 で、まあ、ブレの様子とか、はい。あとね、その深夜の描写ですね。こちらの方をご覧いただこうということで回しております。はい。スログ2にはね、ラットを当てております。はい。ラットは私が昔から使っているラットで、まあ、あティールオレンジっていうんですか。まあ、シャドウのところは、まあ、感触で。 でえー、明るいところはオレンジっぽくね、えー、映るような M31 というラット有名なラットもありますが、まあ、それよりはね、えーまあ、癖が弱い、えー、ラットとなっております、まあ、実際に映像作品で使う時は、まあ、この当てポンじゃなくてね、まあ、ラットを当てるだけじゃなくてそこからさらにね調整したりとか、まあ、重ねてラットを当てる、えー、ということが大半なんですが、まあ、これはね当てポンといってラットをただ当てるだけの状態になっております はい。で、これ今ね、インバートモードで、まあ、地面スレスレにして走ってます。これね、注意していただきたいのは、このようにローアングルでね、歩いたり走ったりすると、疾走感があるんですが、まあ、同時にですね、超広角レンズで地面スレスレに走るとですね、上下動、人間の上下動っていうのはね、ほんのちょっとこうアップダウンしただけで拾ってしまうんで、そこはご注意いただきたいと思います。はい。一宮のね、駅前の様子をご覧ください。 ものすごくね、クリーンに撮れていることがわかります。今回もね、4K の42210ビットで収録しております。ビットレートは 200Mbps。はいまあ、フレームレートがね、以前の α7S2 と異なり、4K60 フレームなんで、こんだけね、秒間60コマを記録しつつ、かつですね、ISO 上限102,400まで原因できると。 でしかもね、非常にこう滑らかな、えー、ノイズが少ないね、クリーンな状態であるということですね。で、まあ、さすがにね、駅前になってくると、どうでしょうね、まあ、かなり明るくなってくるんで、ISO 感度は、これ今ね、オートにしてますが、まあ、あの、自然と下がってくると、はい、よりね、えー、まあ、ノイズの少ない映像になってきます。まあ、冒頭はですね、6万4000から始まったんですが、まあ、やっぱりですね、違いがわからないというかね、はい、 ISO10 万ぐらいまで引っ張っても、まあ、この明るいところと暗いところの差が見えてこないという状態。これがね、まさにね、ソニー α7S3 の醍醐味、好、まあ、感度のね、特性なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、先ほどまではね、まあ、あっち行きこっち行きでこう、ランダムにフォロー操作っていうのをこう、ん回してたんですが、まあ、えー、映像作品ってなるとね、まあ、直進的なものが多いです。 皆さんもね、えー、極力直進的なもので意識して映像作品の素材を集めると、えー、撮影するというのをお勧めしたいと思います。えー、なぜならば、なぜならばね、まあ、やはりですね、まあ、対比効果というかね、どうしてもね、超広角レンズで動くと前傾は動き、でまあ、円形というのはこうビタッと止まってるっていうね。まあ、映像素材ってね、やっぱりね、まあ、よくね、まあ、あんまり動きすぎると酔ってしまうとかっていうのがあるじゃないですか。 ま見る人にもよるんですけどね。でそれを避けるためには、まあ、どこかにやっぱり止めるポイント、動かないポイントがあって、で、手前の前傾とかっていうのは動いているということで、まあ、立体感とか躍動感を出すということで、まあ、何でもかんでもね、動かせばいいというわけじゃないというふうに思っております。まあ、そういう観点から言ってもですね、まあ、極力、まあ、しっかりと直進的にこう止めて歩くと、まあ、このようなカットですね。まあ、こんな感じで、まっすぐ、 で、上下度がないようにね、えー、まあ、ちょっと身長5センチ、10センチ下げる気持ちで、はい、腰を落として歩くと。ただね、まあ、こうやって人がいるところでその歩き方をすると、まあ、ちょっと緊張してしまうとかね、まあ、まあ、恥ずかしくなってしまうというのがありますんで、そこはね、まああの、状況を見ながら歩いていただけたらと思います。まあ、この時はね、そんなに人もいなかったですので、はい、まあ、朝方ですね、まあ、5時半とか、はい、それぐらいですかね、まあ、っすぐ歩いて、えー、撮ってます。 はい。まあ、モザーエアクロス2、えー、ジンバルですね。まあ、このジンバルね、もう本当にあの、4万円台で、前半で買えてしまうジンバルということで、まあ、かなりね、まあ、このコストパフォーマンスが高いジンバルじゃないかなと思います。まあ、細かいところを言ったらね、えー、いろいろと、え、まだまだ改善点ってあるかとは思うんですが、まあ、それはね、えー、まあ、クロートの方。 え、まあ、マニアの方にとってはね、そういったところもあろうかと思いますが、私はまあ、実際にこれで映像作品というのを何本も撮ってきてますし、十分ですね、これを使いこなすことで、まずはね、この、まあ、ジンバルを使いこなして、まあ、どんどんね、今後、まあ、レベルアップ、ステップアップしていけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい。今回はね、ISO オートで、露出がね、どうしてもね、明るくなったり暗くなったりという感じで、 まあ、あの撮影をしてししてままいました、まあ、どうしてもね、長回しをするとですね、まあ、そういうことになってしまう。まあ、例えばね、これ今自撮りしてますが、向けるところが、例えば背景が、まあこれ、ファミリーマートのね、明かりがあると、そこに露出を引っ張られてと。で、そして、まあ、顔の肌が暗くなってしまうというのがあります。で、向けるところをまた変えるとですね、まあ、このように明るくなると。はい。いうことで、まあ、これ、カメラのね、露出補正の機能で仕方ないかなと。 いいうことを思いま,す、はい、まあこれが気になる方はですねマニュアルで決め打ちの露出をするという形で運用されるといいと思います。はい、というわけでご覧いただきましたいかがだったでしょうか、まあ、今回ねこの α7S3 を使わせていただきましたこのセンサーの感度は本当にすごいですねはい、仙台の α7S2 よりもさらにねブラッシュアップ洗練されてもう本当にクリーンな え、イメージがあります。で、おまけにね、60フレーム、4K60 フレームに、えー、性能アップしましたんで、えー、まあ、時間的な解像度も高まり、非常にこう、滑らかで、ぬるぬる、もう非常にこう、リアリティの高い映像が得られると、夜も昼も関係なく使っていける、素晴らしいカメラだと思います。お値段はね、ちょっと高いかもしれない。今でもね、40万超えます。40万はくだらないと。はい。いうことで、このね、今年はこの魅力的なカメラ、 出てきたということで皆さんね、えー、まだ購入迷われている方がいらっしゃると思いますはい私がね評価するに、えー、このカメラのいいところは、えー、今言った感度ですね高感度が素晴らしいというところとあともう一点は手ブレ補正ですね手ブレ補正、うん、これがねやっぱりまあ、あのソニーのカメラというのはボディ手ブレ補正とあと、えー、まあ今回はね まあ社外のレンズになりますがこれが OSS 対応のレンズと組み合わせるとさらにね、えー、まあ微振動とか大きなブレっていうのが吸収されるということで、えー、ここについては本当にねソニーのカメラ素晴らしいと思いますであとね最近で言うと瞳 AF 瞳の食いつきが本当に良くなりましたよねはいだからポートレートをやる方にとっても最適だと思いますで対してですね EOS R5 ですね。こちらとこちらを以前ね、解像度という土俵で比較させていただきました。あの時の動画ね、結構多くの方にご覧いただきました。で結論としてはですね、解像度というところに関して、e、EOS R5 の方が良かったんじゃないかなというふうに思っております。はい。でね、それだけじゃなくて、色味がね、私好みであるということとか、あとですね、トーンですね。 はい。トーンがいいということで、まあ、吐き出される絵というのは、絵のね、映像のクオリティ、品位ですね。品位はこちら非常にね、上質でいいものを持っているということが言えたかと思います。はい。ですので、これとこれのいいところ撮りをしたいところですが、今のところね、そんなパーフェクトなカメラはありませんので、こちらのいいところ、こちらのいいところ、それぞれ使い分けて今後楽しんでいきたいと思っております。 はい。今ね、EOS R5 用に付けるレンズですね。今私が持っているのは超広角ズームレンズしか持っていませんので、2470の F28LISUSM というね、RF マウントの大三元ズームの1本、これをですね、近々、今、20万円中盤ぐらいで買えるかと思うんですが、まあそちらの方ね、なんとかゲットしたいというふうに思っております。 はいでえー、今回ね、えー、使用させていただいたモザエアクロスツージンバルですね、えー。こちら非常にお安い。コスパに優れて、えー、十分映像作品撮っていけるということで、でさらにね、えー、表示されている価格から、えー、クーポンコードを入力することによって、えー、より、えー、値下げということで、一度ね、気になる方はクーポンコードが書いてありますので、それを入力して、で、えーまあ、金額の方をね、確認してみてください。 はい。そんなわけでですね、今回ね、モザエアクロス2、そして当店でも扱っているラオア、15mmF2 と α7S3、この組み合わせで夜道を散歩してみるということをお届けいたしました。この動画が良ければ、チャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。